どうも、シャーペンです。はい。今回は、ちょっとある友情についての動画なんですけども、その友情は、乱気団です。知ってます？乱気団って。確か今年、初めて実装された友情なんですけども、散々言われてるんですよ。散々言われてる友情で。今、アポロついてて、で、最近なんか新イベントキャラにまたついたっていう。もうないと思ったんですけどね。もうアポロで終わりだと思ってたんですけど、まさかつくっていう感じだったんですけど、なんでこんな言われてるかっていうと、敵を、もう避けてんじゃないかってぐらい当たらない弾。あと、やっとの思いで、その弾を当てても、そんなにダメージが出ない。もう、ランキラン作ったやつにランキラン当てたいけど、それも当たんねえ。こんなね、いろいろ言われてるわけなんですよ。それなんで、今回は、かわいそうと。ランキランかわいそうってことで、どうしたらこれが、めっちゃ強くなるかって考えたいんですよ。どうしたらランキランが、今のこの状況から、巻き返して、強友情になるかっていうのを、今回は考えていこうと思います。で、さっきも言った通り、悪いところは、その当たらないことと、当たった時に、あまり恩恵がないことなんですよ。これを直せばいいと。まず当てやすくすることですね。当てやすくするには、弾を増やすのがいいですね。とりあえず、まずは。今7発だっけ？ランページレーザーぐらい増やせばいいと思うんですけどね。あれ20発なんで、あとランページと違うところはね、貫通しないんですよね。乱気弾ね、当たってそれで終わっちゃうんで、貫通すれば良くなりそうですけど、そうなるとちょっとランページと違いがなくなっちゃうんで、どうやって違いをつけるか。また壁で反射するかですね。今はね、ランキランポンポンポンって打って、そのまま壁に吸い込まれてきますけど、壁で反射するようにすれば、いつか当たんじゃないですか。カンカンって言って。あとはもう巨大化ですかね。弾が。いくら下手くそでもね、めっちゃでかくすれば、どっか当たりますからね。ドーンって。そうするしかない。あとはね、あとあれですね、当たった時、もう今の命中率でいいから、当たった時の恩恵をでかくするって感じで、ダメージ量を増やすか、追加効果か。なんかメテオみたいにね、ああいうやつあれば良さそうですけどね、ちょっと。ほんと今当たってもそんなね、嬉しくないんですよ、ランキラン。そんな一発当たっても、あんまり出ないんで、って感じなんですよね。あとはね、ないなぁと、ランキラン当てたら敵が褒めてくれるぐらいしかない。当たるたびにね、すごいね、すごいね、すごいねって言ってくれるぐらいしかまたないですね。いいこと思いついた。ランキランを、こうなんか螺旋状に出すの強そうじゃないですか。こう螺旋状にランキラン出して、ぐるんぐるんってして、だんだんこの広がっていくんですよ。これしたらすごいみんな当たりやすいし、強そうじゃないですか。これにしよう。ってことで、もう僕のちょっと考えられることはこれぐらいですね。ランキラン修正案は。よかったらコメント欄で、ランキランこうすれば強くなるよってやつが、案がありましたら、書いていただけると嬉しいです。お願いします。あとぜひ、チャンネル登録もしていただけると、こんな感じで、モンスターの動画とか生放送とか、いろいろやってるんで、よければ登録していただけると嬉しいです。はい。では、ご視聴ありがとうございました。さよなら。